藤夏健でございます。さあ今週はですね、藤夏放送局、この、イルカって立つんでしょっていうアプリですね、これの1位を決めようということで視聴者の方に募集しました、ちなみにこれが今やってるのが僕の最高記録ですね、これね左から右にシュッてスライドするんですけど、早すぎると意外と認知してくんないんですよね、なのでまあこれねちょうどいいところで行ったんでね、結構行ってんぞっていうことで、まあ連打もねまあまあでもこれ見たらそんなにすごくなかったですけど、まあまあ連打して、でイルカを立たせて、でこう倒れるまでにねどんだけ進めるかっていう、その記録を競うっていうもんだったんですけども、僕の記録がですね、とりあえず、33万6000ね、これぐらいの記録でした。でこれが出てですね、世界ランキングっていうのはこの後出るんですけど、僕ね、これで、250位ね、ここまで来てたんです。そしたら募集して2日目ぐらいにですね、このラミオさんという方が世界ランク11位に来たんですよ。こりゃやべえだろうと。他にもね4万超えてる人何人かいたんですけれども、それをまあ他の人にも伝えたら、なんとこの方がですねラミオさん超えましたと。この TNHA さんは糸通しとかでもねかなり上位で1500円ゲットしてる方でございます。でこれをまたラミオさんに伝えたら、うおー燃えてきたということで、最終的にラミオさんの結果が世界ランク6位ということで、でここのね8位にもね TNHA さんいますけどもね、ということで、これが最終的な結果になりましたので、ラミオさん1500円ゲットおめでとうございます。さあということで今週の賞金企画でございました。そして今週の、賞金企画なんですけども、米編のコーナーがめちゃくちゃ長くなったんで、20分ぐらいのところまで飛んでいただければね、新しい賞金大会の、コーナーがありますんで、そちらの方まで飛んでいただければと思います。さあ今週もたくさんコメントいただいて本当にありがとうございます。全部ね、高速で、米編していこうと思います。まず早く見れたっていうことでね、それを喜んでくれるのがもう嬉しいですよね。芸能人生のことを教えてくださいっていうのは、まあ、生放送でねおいおい聞かれたら答えていこうかなと思います。佐藤健の動画見てたら藤夏健の通知来て草っていうことで、まあまあ一文字違いなんでね、まあ朝から働いている人とかいるからおはようございますって言うようにって言われてたわ。まあ社会人はそうなってきますよね。藤夏さんの声落ち着く、ありがたいですね。これ催眠術ですね。もうマイセルフ、なんでしょう、ナチュラル催眠術ですよね。ありがたいですよね。1ヶ月やり込んだのに勲章がずっと金の星さんのままで草っていうことで、まあ、この辺のね勲章をあげるとかに興味がないんでね、ツッコミマジで面白い、ありがとうございます。一応本職でやっております。6時間数十分に編集する高い編集能力を持つ男、ありがたいですね。もう自分の動画に対して情けとかないんで、とりあえず切っていきますよね。放送局は好きってことでありがたいですね。とりあえずやっていきますね。はい、まあ理解力ないからわからんわってことですけど、これまあネモゲーって書いてるね、まあ神ゲーですからね。クソゲーをやり遂げる日本唯一の YouTuber、 まあそこは隙間産業なんでね、どういう業界かというと、まあ一応芸能界になるのかな、まあそんな感じですね。どこまで行ってもクソゲーやり続ける精神はどこで手に入れるんだ。まあ死ぬ気になりゃ何でもできるってことなんでね、まあ本当にど根性しかないですよね。何度やる気なくなったことか。でもやっぱ視聴者の皆さんがいるんで、まあ楽しんでもらえるならやるっていう、そこだけですよね。これでも再生50とかしかいかなかったらもう一気にやる気 なくしてますからね。多分もうやってないですからね。はい、これが分かんないですよね。ちょっと 誰と間違ってるのかちょっと分かんないですね。クソゲーで草ってことで、ブロスターね、ほんともうちょい伸びてもありがたいんですけどね。ラジオのおかげで月曜の夜が楽しみになりました。一応ラジオではないんですけどもね。でもまあまあでもそれ楽しみにしてくれるのはありがたいですね。2万ぐらいまでいったら相当やってますね。ありがたいですね。あんたまだやってたんかね。まあやりますよね、みんなが楽しんでくれるから。工場の覇者はよっていうコメントもね結構もらったんでね。なぜ放送局だけ再生回数が少ないのか、それですよね。ちょっと今回からちょっとサムネイルとタイトルとちょっと工夫を凝らそうと思っておりますんでね。まあちょっと再生数増えたらいいなって。むしろこのさ放送局の再生数増えたら本当に本当のファンですから、これ見てる人なんてね、ありがたいですね。初見でね死ぬほど笑いましたってことでね、死なない程度にねご注意くださいね。ありがとうございますね。いやこういうことですよね。自分ではやりたくないけどやってみたいっていう感じの企画、嬉しすぎるってことで、まあそこが狙いみたいなところありますよね。本当に皆さんの代わりに俺がクソゲーをやるよと、皆さんがクソゲーに時間を割く、その時間がもったいないんで俺の動画でそのね無駄な時間を他のことに使ってくださいっていう、そういうことですよね。で1万超えたよ、続き頑張れってことで、続きやっております。はい、
ほんで、これ何の、何でしょうね。これトニックのターザンジャンプね。これ一回一回止めてできる気がしますがっていうことなんですが、止めるとね、進めなくなるんですよね。勢いが死ぬんで、一発でいかないとね、結構厳しいですね。まあもちろんいけるところもあるんですけどね。最後の方実況してなくねってことで、これ何だろう。そうですね、実況してないですね。ギャー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 言ってただけですよね。もう早くもこれ1万超えたから、もう60までクリアしないと次が上げられないんですけど、もう60までやるのがもう大変でしか仕方ないですね。昨日生放送でね、51だけをクリアするのに30分ぐらいかかってましたから、そのね、30分ってこう口で言うと簡単なんですけど、その30分をね、付き合って見てくれた人がいるっていうね、ありがたい。 0.25 倍面白い。何の話でしょう。これからトニー君のターザンジャンプね、ありがたいですね。この星、宇宙から見たらグラデーション綺麗そうっていうことで、まあまあそうですね。クソゲーですよね。ジェットパックジャンプはクソですよね。はい。これ何だろう、何だろう。まあ1万再生いったら次やるっていうのはもうこれはもう公約なんでね、絶対負けないです、そこはね。変なことしてるなと思いながら毎回見てしまうっていう複雑な気持ちってことで、まあまあありがたいですよね。もう病みつきになってますよね。もう夏神ですよね。藤夏神社のことを夏神と呼ぶらしいですけど、ありがたいです。すごい頑張ってるし、題材もいいし、実況もうまいし、登録者数20万超えててもいいくらいの人だと思ってる。ありがたいですね。その20万というその絶妙なラインね、本当にありえそうな数字っていうね、ありがたい限りですね。そこを目指してちょっと頑張っていこうと思いますね。こういうことですよね。やっぱ時間設定変えてオフライン集報酬ブーストしていくゲームが見てて一番好きっていうことなんですけど、やってて一番きついのはこれですね。ジェットパックジャンプとサッカーキック、これはもうやってて一番きつかったですね。これ昔あんま広告なかったっていうことなんですけど、まあアプリはね、やっぱ流行ってくると広告いっぱいついてきますよね。それはもう仕方がない。それはもうみんな、企業さんもね、ただで作ってるわけではないですから、それはもう広告見てね、還元していかないとね。お金は出せないけれども、時間を使って広告で僕は還元していく、そんな発想でね、工場の覇者とかもやってますね。的が場外、これ場外行ったやつね、マジきつかったですね。あれはまあ面白かったんでいいんですけど、スパイダーがジブあるってことでありがたい限りですね。さあ、まあ初見さんからするとね、もう毎回恒例になっている最後にアプリを消すの、まああれは面白いですよね。はい。今回こそ1でしょうってことでありがたいですね。これ1個目をね、争ってくれるのはシンプルに嬉しいですけどね、僕はね。はい。ということで、このフットボールストライクね、これ普通に面白いゲームなんでね、最近もまだちょこちょこやってますね。そうですね、欲張らない方がいいですよってことで、3体ウルトラレア出るまで頑張ったんですけど、無理でしたね。さあ、藤吉健が本名ですか。はい。そういうことですね。129キロで遅いだと、まあまあ遅いでしょ。129キロのストレートをね、プロ野球選手がドヤ顔で投げてたら、あいつ雑魚じゃねえってなるんで、やっぱそういうことですよね。アベンジャーズ知ってます。知ってるけど、広告が面白くなさそうだったし、本格っぽいんで、本格的なゲームは僕やらないんでね、僕クソゲー専門みたいなところあるんでやらないですね。クラロワ好きすぎて草、ありがとうございます。まあクラロワ愛はね、かなり上位にいると思いますね。クソみたいなゲーム実況でクソ時間潰した、マジクソだ。これはまあ褒め言葉とどっておきましょうね。これは本名ですよね。クソゲーとか言うのはやってる人に失礼だ。あ、これアンチコメ2連発ですけども、2連発でアンチコメをするってことはもう若干僕のファンですよね。2個動画見てくれてる時点でありがとうですよね。俺の勝ちです。ありがとうございます。この動画で見た広告ゲームをやっていくシリーズ、そういうことです。広告で見かけたゲームをやっていくシリーズの中で出てくる広告をどんどんやってますんで、まあそういうこと、無限ループですよね。これネタには困らないんで最高です。これ気になるんですよね。供給器ブーストした状態で挑戦したらブーストが無限に続くバグ見つけたってことで、これ最高のバグですけどね。ちょっとこの辺のやり方知りたいけど、もう工場の覇者に関してはもう成功法でいこうかなと思ってますね。藤夏さんのこういうのマジで好きです。応援してます。ありがたい限りでございます。本当に応援してくれ。ありがたい限りです。またやってほしいってのもあるんでね、ちょっとこれもうちょい成長したらやろうかなと思っておりますね。さあ、ね、タップタイタンズはね、これほんとハマった人はね、ひたすらハマったと思うんですよね。さあ、ガチ勢の覇者になってきましたね、マジでね。この人面白い。ありがとうございます。これもシンプルにね、よく見抜いたなって話ですよね。ありがたいですよね。ホーム画面ほとんどゴミゲーなの、ほんと草ってことで。まあまあ、ホーム画面は相変わらずね、マジゴミゲーしかないんでね。ありがたい。53キロついてくる犬を褒めたい。ほんと褒めてあげてください、マジでね。さあ、そして、これよ。工場の覇者ね、これ広告めっちゃつけたつもりだったんですけど、全
然広告が再生されなくて、あのビビるぐらい収益が、まあまあまあ、でもね、あの広告一応ついたんでね、これあのまあ大きな声では言えないですけども、あの夏目漱石かな、今野口英世1枚分ぐらいのね、あの収益を得ましたんで、これはもう完全にね、工場の覇者に課金していこうかなと思っておりますね。ありがたい限りでございます。本当に皆さんがこの意外とね、その広告1回再生されるごとに多分もう 0.00 何円かとかだと思うんですけど、それが積み重なればね、あの紙幣1枚になるんだなっていうのはよく分かりましたね。本当にありがたいです。ただ広告つけすぎるとね、もう基本的にあの俺ふざけんなって思っちゃう側の人間なんで、YouTube でそんなにあの広告をつける気はないですね。とりあえず今回はね、あの本当にちょっと課金をしたかったので、あのダイヤが足りなくなってきたんでね、ダイヤを買わないとちょっとこれ今後に支障が出るぞっていうことで、ちょっとこうね、募金を募らせていただきました。本当にご協力ありがとうございました。このチャンネル面白、ベルしましたってことでね、チャンネル登録の通知をオンにしてくれたってことですね。ありがたいですね。もっと入れてもいいやでってことで、まあ広告はそんなにね、あのバカみたいに入れていこうとは思ってないです。そんなにあの金稼ぐために YouTube をやってるわけではないので、まあ、あの課金できるぐらいのね、お金が貯まりは上等でございます。質問です。1回再スタートするのにどれぐらい時間かかるんですかってことで、まあまあまあ結構かかります。思ってる以上にかかりますよ。ということでね、いやでも本当にね、この工場の覇者を挙げて思ったのが、皆さんがその思ってる以上にね、僕にこう協力してくれようというその意思が伝わってね、すごく嬉しかったですね。本当にまあ皆さんに支えられてるおかげでね、毎日毎日動画投稿するって結構大変なんですけど、やっぱりこう待ってくださってる人とか応援してくださってる人がいるから、これはサボれねえなってことでね、基本三日坊主の俺がこんなに続けているっていうのがね、もう本当皆さんのおかげです。はい。まあ募金しますよってことでね、本当に嬉しかったですね。あ、山田さんとコラボしたんですねってことなんですけど、はい、まあだいぶ昔ですけどね、まだ僕のチャンネル登録数が2000人ぐらいの時に山田様が手をかざしてくださって、コラボしてくださって、ありがたかったですね。本当にね、この恩は忘れないですね。だからもう山田さんと同じぐらいのチャンネル登録数いけばね、もう1回ぐらいなんかこう別企画でなんかコラボできたらいいなと思ってますね。広告かと思ったら広告だったってことで、そう、広告ですね。ありがたいですね。時間長くしていいからラジオ的なやつ作ってってことで、まあこのね、藤夏放送局がもうラジオ的なもんなんで、あと生放送も今後ちょいちょいねやれたらなとは思っております。こんなに広告が見たくなる動画は珍しいってことでありがたいですね。頭おかしいよ、これ最高の褒め言葉いただきましたね。あ、これよく言われますね。なんかヒューマンバグの人の声に似てるってね。池の水全部抜く大作戦が思ってる以上に未だにね再生され続けてるっていうね、これ多分動画として面白かったから、なんか結構ね、意外と再生されてますね。ありがたいですね。あなたは天才です。クソゲーの完璧ですね。もうそれがもう最高の褒め言葉なんでね。まあ、工場の柱は、とりあえず広告来なかったなーっていうことでね。ありがたいですね。まあ、広告来ない中でもちょっと来てたんでね。まあ、紙幣1枚分になりました。本当にありがとうございます。これはね、ちょっと誰かわかんないですよね。YouTuber の人を伏せ字1文字やられると俺もう誰かわかんないですね。シリーズ化してほしいっていうことで、まあ、ちょっとね、検討しますって感じですね。はい、そして、日にち設定で2年後とかにしてください。あ、これね、マッチョ育成マッチョ555ですね。だいぶ古いやつですけども、そうですね、ちょっとね、その時計いじると面白くないから、時計いじって面白いゲームと面白くないゲームがあるんですけど、時計いじって面白くないゲームは僕は基本的にはね、ちゃんとゲームを楽しみたい人間なんで、時計はいじらないですね。はい。なんかこういうクソゲームに関してね、サッカーキックとかは時計いじっても全然面白いゲームなんで、それは面白いですけど、動画の時間を長くすれば広告も多くつきますよっていうのは今回学ばせていただきました。本当にありがたいがですね、ちょっと意味が分かんないですけどね。どこにも虎の話出てきてなかったのにタイガーと引っ掛けていくっていうね、もうプロですよね。上級テクニックですよね。はい。464だいぶやってますね。だいぶいかれてますね。30秒飛ばせない広告がないんですね。これもマジでビビりました。全然知らなかったです。まあテスト終わったってことでね、テスト期間中もね、生放送したらみんなスパチャしてくれると思いますよってことで、本当にね、スパチャしてくれようとした人がいたんですけど、スーパーチャットはもう全部おふる話に、おふる方向で行こうと思っております。嫁話面白すぎってことでね、まあこの暇つぶすラジオもちょっと実験的にね、20分ぐらいのダラダラしたやつ、っていうのも今週ね、ちょっとハズレのクソゲーに当たりまくったんで、ちょっとね、上げる動画がなかったんですよね。なのでちょっとね、妥協してね、僕はあんまり上げたくないなって思ってるんですけど、こうまあダラダラ喋るね、20分ぐらいの動画ちょっと一回やってみようと思って、で広告もいっぱいつけてみたんですけど、変わんなかったですね。広告いっぱいつけた分、やっぱりガチでこのハマってくれてる人
たちは最後まで見てくれるんでしょうけども、約 80% の人がね、3分ぐらいの地点で見るのやめるっていうね、そんなんで全然収益伸びずっていうね、そんな感じでしたね。なのでまあ紙幣1枚になった、工場の覇者とこの暇つぶスラッシュと足せば1500円分の iTunes カード買えるんで、それで広告、広告の覇者じゃない、工場の覇者をね、に課金していこうと思います。隕石の話爆笑ということでありがたいですね。まあ嫁の話はね、でも鉄板ですよね。嫁なんかもう本当にあの、面白いエピソードの宝庫なんでね。はい、まあ、生放送見たいっていう、こういう声があったんで、生放送昨日ね、ちょっとやらせていただきました。まあ、ちょこちょこね、今後ともやっていこうかなとは思っております。ゆっくり育てていってねに関してはね、もう本当にちょっとなんか申し訳ないですね。全然終わってないところで終わったと思ってね、やりましたんでね。あ、で、この浜州さんね、マジでいいコメントでした。ありがとうございます。こういうね、あの、企画じみたことを、あの、コメントしていただけるのは本当にありがたいですね。あ、これ、グッとつけとこう。とりあえずグッとつけとこう。本当にね、没動画も没動画集などでまとめて出してみるのはどうですかって、これがんで、あの2本立てをね、あのちょっとここ数日上げさせていただきましたね。はこれおもれえしっていうことで、俺は面白くないということは一言も言ってない。消しただけだ。消しただけで面白くねえとか一言も言ってない。それはもう捉え方次第、面白いけど消しただけで、それはもう本当にね、時計回すゲームは草ということで、お願いだからやり込んでくださいっていうことなんですけど、やっぱ交渉の覇者が終わるまではね、この辺の、放置ゲームはちょっとやり込めないですね。申し訳ないですよね。やりたい道具ゲームズちょっと知らないんですよね、僕他の YouTuber の人をね。っていうかね、俺おっさんだからね、あんまりその YouTube というものを見てなかったんですよね、今までね。なので、あの他のゲーム実況者がどんな感じでやってるかとかもあんまり知らないです。で、あの逆にね、知ってしまうとその人の真似をしようという感じになっちゃうんで、なんか似ちゃうんで、あのまあ唯一でね、いけるんだったら OK かなっていう感じですよね。あ、ゆっくり育てていってのはやりましたね。はい、これは、あ、そうです、これはもうあのクソゲーですね。台風ね、台風やばかったよね。台風もうちもね、裏の山が崩れたら死ぬんでね。で、あの2階に避難してたんですけど、1階が埋まった時点でパソコン系統全部壊れるんで、あのアウトでしたよね。 YouTube 本当にあのアップできへんってなるところでした。本当に危なかったです。もうさすがに今ね、30万円ほどの初期投資をね、あの払えるほどの余裕もないので、あのもう無理ですね。なので、あの台風また次ね、土砂災害とかね、うちが崩れた場合はもう YouTube がもう一切あの更新されなくなるんで、あの ご了承ください。台風マジでやばいです。広告もっとつけてくださいっていうね、ド M な人もいますよね。ありがたいです。でもまあまあまあ、今ぐらいのね感じに、3分に1回広告が流れるみたいな、そのペースをね、ずっと保とうかと思っております。さ、本当に挨拶は好き、愛してる。挨拶以外のところもね、楽しんでいただければありがたいんですけどね。さ、そして、あ、ニョロニョロってトグロ兄じゃない？まあそうですね、兄の方はニョロニョロしてますね。弟はね、兄じゃって言ってますからね。はい、ペンギンズのジュリアンの声に似ている。結構いろんな人の声似てるって言われるようになりましたね。あんまりね、僕あの声が似てる人がそんなに多くないんで、なんでしょう、そう、似ないんです、僕に似てないんです。結構ね、他の、そうだ、きちんとエロい広告に騙されてるとこ草。そりゃそうだろう、お前エロい広告見たらそれは一回ダウンロードするだろう。そしてエロくねってすぐアンインストールするよ。最近広告が動画の長さに比べてとても多くなって嫌ってことで、まあその通りですね。これはまあ、 あの募金活動の一環でね、あの工場の覇者と暇つぶすらしい、この2作品はもう本当にあの募金を募るやつなんで、まああのね、 iTunes カード最小限のお金が1500円なんで、まあその分がね、両方の合わせば多分いってると思うんですよね。ギリいってるかいってないかぐらいなんで、まあ数百円ぐらいならね、僕も自腹で出せるんでね。それであの工場の覇者に課金しようと思っております。標識振り回すとか平和島かよ、これ協定のお話かな、ちょっとわからないですね、僕にはね。絶対人気になるってことで、もう17,000-18,000超えたこの時点でまだ伸びるとか絶対人気になるとか言ってくれる人がいるんで、これはね、あの本当になんでしょう、心強いですよね。ありがたいですよね。毎回思うけど、声ちびまる子ちゃんのヒロシに似てない、似てないってことかな。はてながないとね、似てないって言われると別に真似してねえよっていう話になっちゃうんで、まあまあまあいいですよね。見た目と声かっこ笑いってことで、あ、まあまあ、そう、あ、これね、ラストシェルター面白かったですよね。全然声違ったからね。あ、山里さんに似てるはちょいちょい言われますね。明るいベラミーって感じ。誰だよベラミーを知らねえ、暗いベラミーも知らんしやな。ということで、まあ、神様と入力してみる YouTube の広告優しいな。まあまあ、こんなんですね。
まあ、こんな感じでたくさんマジでコメントいただいて、あれ、あ、ミルクチョコね、結構言われますよね。このハテナハテナチャルフさんがもうミルクチョコのねアイコン使ってますけどね、そう、違う人がミルクチョコやってほしいっていうね、素晴らしい感じですよね。ありがたいですね。ということで、まあこんな感じで、いや、てかコメントが増えたね。コメント増えるごとにこの不思議な放送局が長くなるんで、まあどうしようかなっていう感じなんですけど、まあ長い感じでね、ちょっと今日はあの動画上げようかなとは思ってますけどもね。ありがたいですね。言ってること何もわからんけどおもろいっていう、ありがたいですね。これも日本語じゃなくてもいいってことですからね。もう本当にあの英語のね、英語もしくはスペイン語とかの YouTuber を見て面白いって言ってるのと何ら変わりないから最高ですね。ありがたいですね。さあ、君の名は、これ何に対して言ってるのかちょっとわかんないですけど、いつもの日にち変えればコインザクザクですよと。まあハングリーシャークはね、これはあの時間かけて楽しむゲームなんでそれはやらないですね。グッドアイランド、これはもうダウンロードしましたね。最高ですね。実力派 YouTuber 何を見てそう思ったのかちょっと分かんないですけど、じゃあ実力派ということ。実力派だったら正統派ゲームをやると思うんですよ。俺のように実力がない隙間産業でどうにかしようとしてるやつがこういうクソゲーに走るっていうね。ただ今のところのクソゲー専門 YouTuber って多分俺しかいないんで、これはもうあの独占企業ですよね。クソゲーといえば藤夏さんってなったら俺の勝ちですね。やばい、学校の先生にめちゃめちゃ声似てる、喋り方も最初びっくりしたってことで、こいつ多分俺の生徒ですね、どうやらね。俺がちょっと学校の先生やってるっていうのがちょっとバレそうですね。やってないですけどね。この人はペンギンナッツ、違います。パチッコリンの藤夏健ですね。はい。よくね、福島にいるとね、ペンギンナッツさんっていうね、お笑い芸人さんいるんですけど、よく間違えられますね。ナッツかぶりしてるんでね。ていうかコメント多いね。思ってる以上にコメントが多い。ありがたいですね。戦場ダッシュ、これダウンロードしましたね。ありがとうございます。うまいこと需要ある系のもの持ってきたなってことで、そうですね。ありがたいですね。本当に隙間産業が大成功したって感じですね。目指せ10万人ってことで頑張ります。ありがとうございます。超倍速、ぼったくりバーはね、やりました。それの倍速のやつなんでね、煮るからやめようかなとは思ってますね。生放送のテストね、昨日見ていただいてありがとうございました。アーカイブで全部見ました。もうやばいっすね。1時間半のその生放送のアーカイブを見てくれる人がいるっていうのがもう心の励みですわ。ありがとうございます。さあ、スパチャいらないとか、ケンさんマジ天使、いらねえよ。いらねえ。皆さんからその現金的なものをね、もらうのはね、本当に心が痛いんで、それだったら、本当に普段の動画の広告をちょっとでもこう、鬱陶しいけどね、鬱陶しいけど、それを見ていただければもう僕はそれで十分です。ということでね、うららハンターライフね、ダウンロードはしておりますよと。これね、クソゲークソほどやり込んだやつね、裏技後、明らかに自己ベスト3000いってたのに、見苦しいってことで、これね、後から声取って、はめたりしてるんでね、そこに関しての矛盾はあるでしょうということでね、よく そこに気づくまで見てくれてるんでね、これはもうアンチとは取らないですね。めっちゃ見てくれてんじゃんっていう感じですよね。ありがたいですよね。14分の待ち方は斬新ということで、そしてまだこれを取り始めてからまたコメントが2個ぐらい増えてるっていうね、ありがたい限りですね。はい、ということで今週の米編のコーナーでした。さあ、そして今週の賞金企画のコーナーでございます。このね、バスケットの、ゲーム、ブードゥーさんが出したフリッピーダンクというゲームなんですけれども、これね、広告でよく見かけるんで、僕もやったことはあったんですけども、こうやってね、縁に当たらないようにスパッといくとですね、どんどんかける5倍とか6倍とかになっていって、どんどん点数が高くなっていくよ、みたいなゲームなんですけども、これの、クリアしたところのね、画像で結構でございます。1位の人に1500円分差し上げたいと思っております。なのでですね、今週はフリッピーダンク、皆さんぜひともね、やってみていただければと思います。応募はですね、ツイッターの僕の DM の方に送ってください。ツイッターは僕の概要欄にね、貼っておきますので、そちらからよろしくお願いします。そして締め切りは、今週の日曜日の23時59分とさせていただきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。面白いと思った方、チャンネル登録お願いします。また来週。